やっぱただ帽子してたー。最速ビビリゼロどころか積極果敢貞子引きずり出そうしとるで。こっちがお化けだよ。さすが貞子も困惑です。これは意味ないみたいだ。なんか怖そうなお人形。いやこれはシンプルに怖すぎなだけで草。サイコ人形、一丁あったりー。444回目。これのことだったのかー。まずはオープニング、一緒に見てくださいませ。出た、サイコボーイでも出てきた。なんだか怖いお人形さんだ。そしたら、どうなった？確かに、可愛いような美しいような怖いような。あらま、捨てちゃったのね。捨てたのに気づいたら再びお家に。このゲームのタイトル、444回目のただいま。444の謎、解けたわね。もちろんサイコボーイと同じくグローバルギアさんから出てるアプリよ。ってことでね、せっかくなので今日はこちら、ちょろっと遊んでみる動画でございます。どうやらお人形ちゃんのゲージ、黄色いバーを削れば良いみたい。攻撃アイテムは、時間経過で増えていく模様、いわゆる放置ゲーム部類なのかな。とりあえず全回収しておくぜ。からのお人形ちゃん、覚悟。お、ゲージを削り切ったら捨てに行ってものテロップが。こうしてゲージ削ったら捨てて、また戻ってきて、また捨てて、これの繰り返しでまさかのよ。444回目のただいま、444回この作業を繰り返してやっとクリアできるのか？そうなると、アホみたいに時間かかるね。でもう帰ってきたー。癒し感の方法が怖すぎんぜ。何かが起こっているぞ。おい、笑った。そしてこんな感じで、ストーリーが続いていくのね。正直444回やるのは辛いが、最後どうなるかめちゃ気になる。かといってね、ネットとかで誰かがプレイした映像とかで結果を見るのも嫌だし。ってことで、裏でコツコツ進めつつの、さすがに444回の全ただいまは動画にしてもあれなので、見せ場とか、例えば記念すべき100回目のただいまとかね、まったりペースで更新予定。あくまで予定ですけどもってなんじゃこやー。うん、やはりこの捨てて、戻ってきて、捨てて戻ってきての繰り返しで間違いないな。そして戻ってくるたびにお人形ちゃん進化。おいめ、どうしたんだよ。こうして、新しい捨て場所も追加。それじゃあ明日はね、サイコちゃんのサイコボーイ最終回アップ予定なので、そちらもお楽しみにー。そしてこんな感じで、ストーリーが続いていくのね。正直444回やるのは辛いが、最後どうなるかめちゃ気になる。かといってね、ネットとかで誰かがプレイした映像とかで結果を見るのも嫌だし。ってことで、裏でコツコツ進めつつの、さすがに444回の全ただいまは動画にしてもあれなので、見せ場とか、例えば記念すべき100回目のただいまとかね、まったりペースで更新予定。はい、本日はサイコボーイで出てきて知ることとなったこちら、444回目のただいま。444回目までやったらどうなるのか、気になりすぎて最近毎日プレイ中。30回、50回とか、区切りが良いとこでテンポよく実況を進めていこうと思ったのですが。お人形ちゃんの変化がやばくて釘付け、皆様にも共有していきたいってことで。本日一気に25回目まで、一緒に見ていければと。お人形さんねがー。
怖いけど、なんか魅力があるのよな。まあ放置ゲーなのでやることは基本一緒。お人形ちゃんのゲージを削り切ったら、捨てに行っては戻ってきて、またゲージ削って捨てての繰り返しです。あとはくじ引きとかでアイテムゲットしたり。1頭から6頭まである中、2回連続、6頭だぜ。そしてはい、帰ってくるお人形です。さあ、今度はどんな顔面になっちゃうんだ。お人形ちゃん進化タイム。両目から、さらにお顔がひどいことに。てかこの女の子の絵も、なかなか恐ろしい。それな、まあ怖いもの描いているからなんだけども、ちょっとね、タッチが怖いっていうか。お、新しい捨て場所、学校が増えたぞ。てマジビビビだー。一瞬、マジにスマホ壊れた思ったら、アプリの怪奇現象、さすがはグローバルギアさん、素晴らしい仕掛けだ。そしてはい、もう基本ゲージ削る部分とか捨てに行く部分はカットいたしまして、テンポよくお人形ちゃんの進化メインで進めていきますね。口まで裂けてきたよ。エモ怖いよ、おてて。はい、まあ冷静に考えたらね、こんだけ戻ってきちゃうんだもの。捨てないで押し入れの奥にでも入れておけばって冷静に考えたら思っちゃうけど。444回目のただいまが見たいので捨てます。444回捨てたいと思います。お母さんはこのお人形に無関心のような日記の内容。娘がこんなに怖がっているのに。この日記もね、エンディングに向けての伏線とかもありそうだから注目していくぜ。でやっぱお顔さらにカオス、大きな穴が3つ怖いでございます。公園、これは新しい捨て場所追加かな。これ以上、もうどうなるって言うんだ。さらに避けていきました。そして日記ね。私を嫌いにさせてやる。何をする気だ女の子。からの牙は生えてきた。嫌いにさせるって、攻撃のことか。日記のお人形の顔も、どんどんカオスに。そして、また捨てるために攻撃してたところ。だから前触れなしに急にやめて怪奇現象、これが一番怖いわー。でも、めっちゃ良い要素だよな。怖いけど次はなんだろう、ドキドキワクワク。まあな。で次に顔面二つになったー。これは恐ろしいレベル、一気に上がったー。ついに女の子、海まで捨てに。気づけばもう17回目のただいまからの。今度は逆さ顔面できたか。でも正直この辺で我々は思ってしまった。これ、顔面変化のレパートリー、本当に444回最後まで持つのか。そもそも444回変化するのかすら不明だけども。でもまだまだ続くのは確かで、すでにね、レパートリー出し尽くした感が。はい、こうやって攻撃アイテム集めをゲームの合間、編集の合間にコツコツと。ゲームの合間にゲームする、ゲーム大好きオタクリアル主さんです。ちなみに捨てに行ける場所もこんなに増えて、新しい場所ほど帰ってくるまで時間がかかります。さあ海から帰ってきたお人形さん、今度はどうなっちゃう。気のせいかな、ここに来てちょっと可愛くなったような。制作者様、どんどん怖くしようと思って進化させていたらごめんなさい。不覚にも、ちょっと可愛くなったと思ってしまいましたわですわ。そして海からお人形ちゃんが持ってきたのか、わかめゲッチュ。それじゃあ恒例、進化タイム。伝わる人には伝わる、一瞬笑うセールスマンに見えた主だよ。なんじゃそりゃって方はグーグル先生に聞いてね。日記でも笑ってましたちゃんと。そしてあれか、海も次はからに。正直、海の方が帰ってくるの難しそうだが、まあそういう問題じゃないか。はい、笑ってる、お人形ちゃんを攻撃しての。お嬢さんは川に人形を捨てに。昔話みたいに言うなし。
もうこっからどうなれるっていうのを人形ちゃん見せてちょうだいましんか。いやまさかのここで真っ黒クロスケ来たー。塗りつぶしできましたか。お母さんはまだ、娘を助ける様子はなし。ここで今度見る会もただいま完了ね。まさに、深淵でございます。サイコちゃんの料理でございます。真っ黒からの？ん？髪の毛ボッサボサ？黒い蝶、これも何かありそうだな。覚えておこう、ブラックバタフライ。あ、やっぱ髪の毛伸びたのよね。おし、それじゃあお次の進化に行きますか。ここまでやって気づいた。ただいまして毎回進化じゃなくて。このゲージが溜まったら進化。捨てに行く場所が遠いほど、ゲージが溜まるようで、やっと時間差の理由納得。そしてやっと3頭、よいの引けたぜ。これはめっちゃ便利なアイテム。捨てたお人形ちゃん、一瞬で戻ってこさせられるとか最高か。女の子には悪いけどもね、すまん444回目が見たいんだ。それじゃあ今日残り、もう2回です進化。この真っ黒のまま、あまり変化わからんかった。ここでも日記のメインは黒い蝶々か、何の伏線なのか何に繋がるのか楽しみだぜ。はい、新たな捨て場所単語も増えて、今日でいろいろとかなり進みました。もう未開放なのは残り2つだけだ。ってことで25回目のただいままで無事に終了です。ということで、今回は結構がっつり細かく見ていきましたが、444回なのでね。次回からはもっとテンポよくいっちゃうかもですが。最後、結末は絶対にお届けいたしますので。最後がいつになるかわかりませんが、ぜひ一緒に、お人形ちゃんのただいま、見守っていただけたら嬉しいです。それじゃあ今回もご視聴ありがとうございました。また明日の動画でー。はい皆様、最近すっかりハマってしまった444回目のただいまでございます。今日は一気に50回超えを目指していく。さあこれで26回目のただいまです。お人形ちゃん、顔面ほぼお口だけに、怖いのは間違いないんだけども。最近、ちょっと愛着が。てあの黒い蝶々、死んじゃったようだ。次は私が死んじゃう殺される、お人形が、殺したのか？コレクション追加、赤黒いかな。こういうのもね、物語の伏線かもしれないので可能な限り全部集めていきたいところ。そしてお人形は何度捨ててもカムバック。さあさあ、お次の進化はどうなっちゃうんでしょうか。あ、お目目ができました。うん、さっきよりは可愛くなったんじゃないか。可愛くって。でも、女の子の日記は過去一で怖いかもしれないカオスです。ここまで進めるとね、攻撃アイテムも強力なのがたくさん出るように。まあその分、お人形ちゃんも毎回パワーアップして戻ってくるのですが。はい、ここで捨てた回数、ついに30よ。ここでの進化は。お面か何か、かぶった。なんか、ちょっぴり不思議進化。この日記の内容、ここであれかな。やはり、新しい捨て場所、山追加です。おたまじゃくし、大人になれなかったんだね。このままじゃ私も。この後にお人形の体力を削って、早速山に捨てに行っての。当然、山から帰ってきたお人形。捨ててきた場所から持って帰れるようなコレクションアイテムが出現します。女の子、装備に攻撃力って。おそらくゲーム好きです。おし、それじゃあ進化タイムです。ここ見るのが正直、一番楽しいかも。あれ、これまた結構不思議な感じに。まあ怖い系のレパートリーはもう、出し尽くした感あるっちゃある。ずずずずず。いつもよりお人形帰ってくるの遅い。そやね、遠くに捨ててるからだと思うけども。それじゃあまた同じ作業の繰り返し。でおー、地味にこのアプリで一番怖いかもしれない、怪奇現象来ました。急に来るからびっくり。はい、今度はお願い、ちょっとおーってなるような進化を。これは怖いー、黒いー。
さすが、やっぱぶっこんできました。怒っている、さすがに捨てられすぎてお人形さんも我慢の限界か ?35 回捨てられてやっと怒るなら、お人形さんとっても優しいけん。くじ引きにて、怪奇現象もコンプ目指して進めていってるわ。そして帰ってくること40回。またおぞましいお姿に。山で、おばあさんと。神社、最後の捨て場所になりそうねこれは。さあこれでもう人形ちゃんの進化は止まらない、どんどん姿を変えていきまっせ。ここまで来ると、このゲージもかなり溜まりにくくなってきました。やっぱ最後の捨て場所は神社だったので。お人形ちゃん、おみくじ持って帰ってきたよ。おし、あと5回で50回だ。おっと、これまたホラー感エグい進化。ほう、神主さんから助言、何か重要な感じするなこれは。神社に近いとお人形、弱くなる。ってバグか、一瞬お人形ちゃんかを、消失。この後、戻ったけどバグだったのか、アプリの仕掛けなのか、怪奇現象なのかなぜ。からの進化、どうなっちゃうのでしょうか。お、ズズズズズと荒れていたお人形ちゃんが静かに、神社パワー。お顔の方はとろけるチーズ。とろけるチーズって。そしてついに、50回目のただいまです。ここ見てめっちゃ怖いの更新したさすがね、50回ってのもあって、なんかホラースペシャル感が。そして確かに女の子の言う通り、捨て続けなさいというだけで、こんな怖がっている幼い女の子を、助けない神主、不思議。骸骨、言われてみればそう見える。ここでですね、キリが良いのでここまでの記録を確認することに。怪奇現象、まだ半分近くも未確認、残り5つぜひ見たい。そして日記、あれ、全部で30ページで。もう、28ページも？てっきり444回でエンディング、クリアだと思っていて。日記、もっと全然あると思ってた。ってことで今日は50で終わるつもりでしたが、日記完成が気になりすぎるので。見ていくぜ、続き。相変わらず、厳しい神主さん。こうなってくるとね、どうなっちゃう？日記の最後、30ページ目。そしてもちろん、お顔の進化も注目。推し、それじゃあカニさんゲットからの、いっちゃいますか多分大きな節目。最後、ちょっと調整ミスってギリいけなかったので。久しぶりに、学校に捨てていいの。はい、ラストの日記よ皆様。じゃあ、これは完全に化け物だ。そして、なんか初の赤い文字だぞ。新しい友達捨てて、お前には私しかいない。これまで女の子が書いていた日記、お人形に乗っ取られた。うん、明らかに内容がお人形さんからの目線になってましたね。日記、チェック。特に変化はなく、全30ページのまま日記、完成でございます。でもこっちのエンディング、ここはまだタップできないので。まだまだ女の子とお人形さんのバトルは続くみたいだ。それじゃあ最後、完成した日記を1ページ目から最後までパラパラめくっていこうと思いますので。確認したいページとかで必要に応じてストップ、次回に備えていただければと。それじゃあ、どうぞ。Thank you.
はい、それじゃあ今回一気に色々と大きく進んだような気がする。444回目のただいまでした。はい、気づいたでしょうか皆様。日記にある赤い文字。コメント欄でも指摘が多かったこちら。どうやら、赤い文字をつなげて読むと、文章になっている。はい、5ページ目で最初の赤。ここに、記していきます。また、ず。ずずず、お人形さんの出す音。だと思っていたけども、ズズズは、いの。命、命。命を。削る。音、ズズズは命を削る音。女の子の命かー。終盤、どんどんその音が激しくなっていき、昨日日記完成からの。はい、ラストの日記よ皆様。いやー、これは完全に化け物だー。そして、なんか初の赤い文字だぞ。新しい友達してて、お前には私しかいない。これまで女の子が書いていた日記、お人形に乗っ取られた。うん、明らかに内容がお人形さんからの目線になってましたね。なんとも、おぞましい姿に変わってしまったお人形ちゃん。この後のお人形ちゃん進化で、急展開でございます。どっちかっていうと、初期の頃のお人形ちゃんの姿に戻った感じからの。え、エンディング？なんか始まった。え、怖すぎるんだけども。不吉すぎる展開。まさか女の子？あれ、この感じってことは驚いて転んじゃった程度でしょうか。はい、どういうこと？女の子が女の子、見てるの？は？まさかお人形の中身と女の子の中身が入れ替わっただと、怖すぎる。これがエンディングその1ってことは、複数パターンエンディングがあるみたいね。とりあえず、これでクリア、ひとまずクリアのようですが。まず、エンディングが他にもあるの確定、そして間違いなくゲームのタイトル。444回目のただいま、444回やったら絶対に何か起こるに違いないと思いますので。まだ帰ってきた回数、64回でございますが引き続き、444回目と別エンディング。そして怪奇現象のコンプとかも目指してコツコツやっていく予定なので。引き続きこちらの更新、楽しみにしていただけますと嬉しいです。それじゃあまた次回。なんだなんだなんだん？バグった？壊れた？はい、新種の怪奇現象だったぜ。マジでこのアプリの怪奇現象ビビる。はい、先日一周が終わって、エンディング1を確認した444回目のただいまですが、まだまだ新エンディングと444回目を目指し毎日プレイ中、そこでにゃんこ10周年 CM 見れたぜ。まさかの嬉しい出来事だったので動画にも入れちゃいました。しゃ、じゃあまたにゃんこは別の動画でたっぷりやるとして、本日はついに100回目を迎えたただいまと、エンディングにまで一気に実況していくぞ。99回、ここまで頑張った我々。コレクション系も完全制覇に向けて、だいぶコンプできてきました。怪奇現象も、未確認は残り4つ。これな、部屋タップしまくっているのに全然出現しないのよな。ちなみに全部で11個あるこの怪奇現象、現段階で、
10個までは確認可能でございますが。ラスト1個は、444回ただいまして初めて見れる超レア怪奇現象。今の時代ね、ネットで調べたらすぐに見れちゃいますが、あえて自分たちで最後まで。そして未確認、スマの怪奇現象。出たー。お目目がいっぱい。カラコン入れてるの、緑お目目。そしてついに100回目のただいまです。はい、こんだけ帰ってくるともう愛着しかねえ我々でございます。ここで追加。いや怖いわ普通に。鏡の中の死神、これで未確認、残り2つ。そしてね、日記の内容は1週目と全く同じなので動画にはもう入れてませんでしたが、最後の1枚だけもう一度。この後の変化で、エンディングを迎えるわけですが。さあエンディングに、どんな結末が待っている？さあ来ますよ。20年、あれからは、いつから？あれかエンディング1の内容は関係なく、2週目最後に捨てた後って意味かな？あの女の子、無事に大人になって子供まで。5歳の娘。お人形だと？いやー、そやな、小さい頃にあんなこと、あったから。やっぱお人形はダメって、前から言ってきたんだ。どうせダメって言われるとわかってた娘ちゃん。まさか20年越しの。しかも、最後に進化した姿で。ということで100回目のただいまを超えて、2週目終了からのエンディングに。20年越しの、ただいまでございました。推し、444回目まで残り、340回ぐらい、頑張るぜ。ということでまた続き、ちょっとプレイに時間かかるので時間空くかもですが。エンディングさん、お楽しみに。はい、久しぶりの444回目のただいま、444回が遠すぎてプレイが一番大変なこちら。放置ゲーで、課金でスピードアップとかもできないからね、ただ待つの繰り返し。そんな中、やっと3つ目のエンディングにたどり着きましたので本日はその様子をお届け。はい、おなじみ最後の日記からの。くらえ、一撃必殺浄化アイテム。くじ引きの1位のレアアイテム。でもこのアイテムよりも、一瞬でお人形さんただいまの呼び鈴が大量に欲しいでございます。そしてこのアプリ、くじ引き引くのに大量に広告見てるんだけどね。ぶっ飛んだ広告、最近多すぎるんじゃマジでケムクジャラなんじゃこの女子。ちゃんとね、そらないとね無駄げ。え、そこは無駄じゃねえわボケー。って突っ込みたくて、動画に入れたよ。はい、それじゃあこっちに戻りまして。さすがにもうね、140回ぐらいただいましてる我々。ステマソのコレクションはコンプしたんだけど。これ、誰かわかる人おらん。怪奇現象、444回ただいまして、初めて見れる最後のはよしとして。一番最初の部屋の中タップで発生、これが永遠に発生しないんだが。マジでな、もう数百回とこれを狙ってひたすら画面タップしてるのに、全く起きないのよ。何か他に条件とかあるのかしらね。でお、ここでついに3つ目の予想外エンディングでございます。最後はいつも、綺麗なお顔に戻って。おお、ここで初の日記、新ページ。寂しい、寂しい、ずっとずっと一人。一人ぼっち、悲しい。もともとこのお人形、こんな経緯が。少女のお誕生日に、この家にやってきたお人形。最初は、たくさん遊んで大事にしていたけど。次のお誕生日にまた、新しいお人形もらって。こっちのお人形、ほったらかし。だから、寂しいのよね。きっと、それがエンディングさんです。
あれ？少女の目には、お人形の顔がどんどん恐ろしくなっていくのが映っていたが。あれは、幻だった、幻想、悪夢？おお、少女がまさかのお人形さんに歩み寄ったぞ。これまでとは全然違う展開。自分の扱いがひどかったことに、完全に気づいたようだ。そして、新しいお人形さんと大事に、まさかのこれ、ハッピーエンドじゃん。おお、1回目と2回目は恐怖系だったけど、ここに来て麻薬のエンド持ってきましたか、さすが。こうなるとめっちゃ気になる、4回目のエンドですが、その前に。もうね、こんだけ見てるとただただ、お人形ちゃん可愛いホラー要素ゼロな、一応ホラゲーなのでございますが。一番のホラー要素、こんなとこにあったよ。見てくれ。このアプリのコメント欄。みんな、何かに取り憑かれたかのような、同じ単語大量のレビューオンパレード。これ、みんなが空気読んでるんだとしたら普通に団結力ってか、すごくないか？でもこんなに同じような残るも続く、なんかここに一番のホラー要素を感じてしまったという、なんとも言えない444回目のただいま、第6回目でした。なんでよ、なんで、なんで戻ってくるの？もう3日ぐらい、捨てに行くの怖くて、捨てに行けてないよ。去年まで、霊夢ちゃんが大事にしていたこのお人形、毎日お手入れして、一緒に遊んでた、お人形。でも、新しいバナサ人形を買ってもらってから、こっちのお人形とばっか遊ぶようになって、こんなに汚れちゃうぐらい、このお人形遊びに夢中になっちゃって、このお人形はほったらかし、全然遊ばなくなっちゃったどころか。あんなに可愛いと思っていたお人形だけど、なんかよく見たら不気味に見えてきちゃって。うちにあるのが嫌になっちゃって、お外に捨てちゃったの。これが、すべての恐怖の始まりだった。ねえ、なんで？なんで捨てても捨てても帰ってくるの？もう嫌だよ、怖いよ、やめてよ、許してよー。捨てても捨てても戻ってくるから、もう怖くてここ一週間捨てれてないけど、今日はクリスマス、このお人形がいたらせっかくのワクワク気分も台無し、捨てる、霊夢頑張る。こうして、クリスマスで賑わう街の裏路地に、捨てられたお人形さん。はい、捨てた、もう捨てた、今日はあいつのことは忘れてクリスマスじゃーい。さあ、あと少しで主ちゃんとマリサも来る予定なのよね。3人でワイワイやるわよ。お、来たわね、主ちゃんとマリサ。はいはい、今行くわー。いや、お前さ、クリスマス満喫してきとるやないけー。き、た、まさかの、た。444回目のただいま、大型アップで、お人形ちゃんの新たな形態が大量追加された模様。変わってるー。新しいエンドや日記が追加されたかは不明ですが、とりあえず進めていこうと思います。さすがに通常時はアップで前と一緒。久しぶりなので最初だけ一通り流れを。お人形ちゃん、体力が残っているうちは絶対にお外に捨てることができないので、お清めグッズで攻撃、体力削り切って捨てに行くんだけども。はい、何度捨てても捨てても絶対に家に帰ってきちゃいます。その度にこのような感じで。はい、初めて見たよ、お人形ちゃん、白目やー。このように毎回姿が変わっていきます。おお、この新しいお姿、ちゃんと日記にも反映されてるな。ただおそらく、日記の内容はアプデ前と変わらずですかね。まあまあ、新しいお人形ちゃんのお姿が30通りも見れるだけで大満足ですよ。あ、このゲームは30回で一周なので。ってことで本日はですね、お人形ちゃん15回捨てるとこまで半分。444回目のただいま大型アプデ前編としてお届けしております。のー、いきなりエグいぜ。目玉のお人形になっちゃったわ。目玉の親父みたいに言わんで。
復讐がてらね、日記にも目を通しつつ。ちなみにこちら、全エンディングも見終わって、総集編もアップして、ほぼ実況しつつしてたのですが、たまに発生するこういうの。怪奇現象だけコンプできてなくて、そこだけに実況だったのですが。いやー、その怪奇現象のうちの一つの出現条件が、こりゃまあ大変すぎまして。基本ね、このゲーム放置ゲーなのでどう頑張っても一周するのに結構な時間が。最初の方こそ、捨ててから帰ってくるまで30秒とか1分で済みますけども。後半あたりから結構長くなって、最後の捨て場所神社に至っては30分も。要するにですね、一周するのに何回もアプリ開いてはお人形ちゃん捨てて、帰ってきた頃にまた開いてそして捨てて。それをやり続けること、こんだけやってる我々ですら現在の数がこちら、まだ204回。でまたすごい顔に。あ、で話を戻しますと最後の怪奇現象の出現条件がまさかのですね。お人形が帰ってきた回数、444回までやることなんです。はっきり言って主にとってはこれが一番のホラーだよ。ってことで正直に申し上げますと200回ぐらいで挫折しかけてたとこに、今回のこのアップデでございます。一応この勢いで今度こそ444回達成する、予定、あくまで、予定。いやね、こうやって新しい姿がどんどん見れるなら全然苦もなく進められるんだけど、全エンド回収後、アップデ前はもうひたすら何も新しい要素なし、同じことの繰り返しだったからな。そうなの、それでだんだん細かく何回もアプリ開いての繰り返しが辛くなってきちゃって、かといってね、ネットに転がっている誰かが444回達成した映像を使っちゃうとか。あ、もちろん許可をいただいた上でって意味ですけどね、そういうことはあまりしたくないので、今回、この勢いで自力で444回いけるといいんだけども。でおー、やっぱ新しい顔もなかなかえげつないの結構あります。やはり、絵日記の絵だけは新しい顔に沿って変わってるけども、内容は一緒。あとはもうあれね。新エンディングが1個でも追加に期待。あと444回のやつ以外に、他にも2つほど怪奇現象未回収でして、解放には今やってたくじ引きで4等を当てなきゃなのですが、これがまた全然当たらねえ。1等は当たるのに4等 ?15 回ぐらい引いてゼロだったよ。ちなみにくじ引き1回引くのに、約30秒のスキップできない CM 見ないといけなくて、何の収穫もないのにひたすら、CM だけ見まくることがほとんど、これもちょっと怪奇現象コンプを挫折した要因だったりラジバンだり。で、これはちょっと可愛いような、ムンクの叫び感が。確かにお人形ちゃんの叫びや、そしてさすが、広告の際にもお人形生首よ。ネットフリックスの広告でしっかりホラー作品なのくさ。今私たちの学校は、主もこれ全部見ました。めちゃ面白かった。あれ、ホラー苦手じゃなかったか？あ、いわゆる呪音とか心霊系のホラーは嫌いで一切見ませんが、あれはゾンビサバイバルホラーなのでね。あ、そっちですか。ゾンビ大好きは前から言ってるもんね。イエス、ホラー嫌いだけどゾンビは大好きです。韓国ドラマなんですけどね、マジでめっちゃ面白いのでおすすめよ。ただネットフリックス限定ですが。なんて雑談している間にも、お人形ちゃんはどんどん進化で、残り3秒。この企画でお人形ちゃん、もう10回目のただいまでございます。さあ今度はどんな姿に？いやなんか避けすぎー。なんかお人形ちゃんの顔から、異世界に繋がる扉でも開いてます？顔の幅、形、限界突破してきた。少女もさすがに突っ込んだ。さあこの形状からどうなると言うんだい？また一気にタイプ変わった。なんだろう、怖いのは怖かったんだけど、どこか可愛さも残っていたような感じも。それな。違ったらごめんなさいね。本当に若干だけどパンダ感。あ、確かに草。さあこっからの進化は、ワクワク。さっきから前回の面影を1ミリも残さない変化が続いております。一つ言えるのは確実に、進化すればするほど怖くなっていってるわけではないけん。少女、どうせ帰ってくるんだし、そのこと、一番好きってかマシな携帯で置いとけば？まさかの解決方法。虫だったらお人形ちゃんの叫び携帯で置いておくかな、芸術作品として。はい、13回目進化は。あ、これはいかつい怖いの来た。この携帯では絶対に放置しておきたくないやつ。
推し。それじゃあ本日、残り2形態。なんでいるの？それは捨てるからだ。少女、捨てたら帰ってくると学習しなさい、そろそろ。で、ここでグビ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 、ちょっと可愛いかも。これ、たまに起きる現象でバグなのか仕込みなのかは謎でございます。にしてもすごい今更だけど絵日記でこの絵描く少女、すごない？言われてみればこのクオリティ、絶対じっと見て描いてるわよね。少女、もしかしたら本気では怖がってない説が。確かに心底怯えていたら、あんな絵は描けなそうです。それじゃあ本日最後の進化へ。最後、怖すぎるか可愛い系、来い。なんとも言えない最後、15回目のお姿に。口は怖いけど、右目ちょい可愛いのよ。はい、ということでですね、本日はまさかまさかの、リリースから数年経っての、こんなタイミングで嬉しい大型アップで、新形態盛りだくさんの444回目のただいま、アップデゴ前編でした。次回、残りの形態とエンディングまで見ていきますので、新エンディング実装あるのか？な次回、お楽しみに。はい、本日は444回目のただいま、大型アップデゴ2回目でございます。一周が30回で、前回半分の15回までただいましたので。続き、残りもお人形さん進化15パターンを観察していて、最後に新エンディングも実装されているのかチェックって感じでやってくわ。おお、いきなりすごいですな。ただもう見すぎちゃってか、こんだけプレイしてて愛着湧いちゃっててか、怖いって感情はもうほぼゼロだわ。それな、絶対に帰ってくる可愛いやつです。さあこっからお顔、どうなるのでしょう。いけない、一瞬しっかりと焼かれたお魚に見えてしまったわ。あれな、お魚さん焼かれると目が真っ白になるこれな、確かにちょい似てる。ってことで我々はこの形態、お人魚と名付けたわ、なんつって。お人魚からのお次は。今度はなんとも言えないバイオハザード感。それでもちょっと可愛いと思ってしまう魔力、もしかしたらこれが一番のホラーかもしれません。もしかしたらお人形さんに洗脳されてるのかも？だとしたらガチサイコホラーや。顔面を口だけのお人形ちゃんを田んぼに捨てて戻ってきたら。ここでお人形ちゃん、やっと原型を取り戻す。王道の怖いお人形って感じでしたな。絵日記の絵もとってもサイコパス。さあせっかく戻ってきたお人形ちゃんの顔、さらに戻るのか、それとも。顔は顔ですが色々と崩壊してしまいましたでございます。なんかこの調子でいくと、お顔だけじゃなくて体にも変化起きてきそうな子なそうな。もう体も気持ち悪くなってきたら、いよいよマジでバイオのクリーチャーや。まあもうお顔は何回も壊れまくってるけど。さあさあ避けたお顔、ぶっつくでしょうか。お人形ちゃんから見て左サイドはだいぶ修復されたが。そして少女はついに山まで、帰ってこないようにと、どんどん遠くに捨てるようになるけど。帰ってくることよりもこのお人形ちゃんを持って、一人で人気の少ない山に捨てに行く方が怖くないか？行動力と勇気、えぐい少女よ。右サイド、どうなることやら。あれ、ちょっと食べすぎた？塩分取りすぎた？太ったってかぷっくらむくんだお人形ちゃん。今の形態、結構好きかわいい。よく見ると割れたお顔の中からお顔。セミの丘かな？次、完全に出てくることに期待。で、はい、ここでまたバイオ感満載形態の復活でございますよ。やっぱね、普通な感じの怖い顔だけだと、さすがにレパートリーが持たんですよね。これは生えてるんか。てかこんだけ捨てても戻ってくるのに捨てて、毎回新しい顔にリアクションして。少女、お人形ちゃんの進化結構楽しんでいるかの説。
そしてまた、顔の中からこんにちは形態。普通形も怖い顔タイプ、マリオ形タイプ、こんにちはタイプ、いくつかに分類できそうでくさ。25回目のお次は何タイプかな？さあお人形ちゃん新進化ももう終盤でございます。あ、出ました。これはノーマル系の怖い顔タイプですね。はい、そして最後の捨て場所、神聖なる神社もここで解放ですな。神社から帰ってきたお人形ちゃん、おみくじ大吉持ってる演出とかあったら最高なんだけど、さすがにないわな。お、目玉がたくさん見また。神主さん、この日記だとパッと見親切に見えるけど、状況把握した上で神社で預かるとか、そういうことはしてくれないのでございます。はい、神社からおっかえりなんかこんだけ見てるとさすがに、あれ、さっきもこんな顔じゃなかったっけ？って思うことがちょいちょいあったりなかったり。おし、これで残り3形態で一周からのエンディングなのですが、今回の後で、めっちゃすごくてこっからさらにもう一周、30パターンの新形態が用意されているようです。こっからさらにプラス30以上とか絶対、めっちゃ変化球来ると予想しているよ。おいらの予想、もう逆に綺麗さっぱりお顔なしののっぺらぼう。虫は顔3つ、ケルベロスみたいなお人形が出てくると予想。さあ2人が言うようなお人形は出てくるかしら？次の週に期待。皆様はどんな形態、出てくると思う？しゃ、お次でもう28パターン目。過去一お顔公開したー。幅広がりすぎー。そしてですよ皆様、いやーマジで怖いな、恐ろしいな、呪いだよなー。ん？どうした？それがですね、次で最後の変身からのエンディングってとこでですよ。ここ見たくて頑張ってきたようなもん。で、どうした？いやー怖いな、恐ろしいな、ここの最後の部分だけ録画できてなかったんだよ、ホラーだな。あ、これの次に最後の変身でエンディングなんだけどね、そこが録画できてなかったんです、怪奇現象だ。あんた、正直に言うな。え、録画ボタン押すの、忘れたろ？その、いやーわかりやす。すいません、最後の最後でまさかの忘れましたー。まあこれ、放置ゲーだからな、何回も録画しては止めて、録画しての繰り返し、この動画1本作るのにも、動画ファイル20近くになるから。許してあげてください皆様。ちゃんとコレクションからは確認できるのでね。大変失礼いたしました、最後まで1回も忘れなかったのに。ちなみに最後はちょっと可愛くなっちゃって、こんな感じでエンディング迎えたぞ。そしてコレクションを見ていたら、こんなのあるのにも気づきました。日本人形についての豆知識、学習ノート、結構面白い内容なので。よかったら動画ストップして読んでみてね。それじゃあ最後に、後で5周やって迎えたエンディング、何が流れたのか見て終わろうと思います。あの少女もすっかり大人になった模様。子供もできて、って、もう気づいている方は気づいているかもですが、エンディングは一緒だったな、アプデ前と。でも久しぶり、せっかく一周頑張ったのでこのまま最後まで見ていきますね。20年以上越しのお人形。もともとママも幼い頃、お人形とかぬいぐるみ、大好きって流れだったからな。これ20年以上ぶりのただいま演舞。お顔は最後の状態、よく娘ビビらんかったなこれ。ってことでエンディングの新実装はなかったけど、まだまだ未確認のお人形進化たくさんのようなので、コンプ達成までお楽しみに。はい、本日は大型アプデ後2周目、まだまだ未確認のお人形ちゃんたくさん。1周目最後の姿からの早速、もう完全にホラゲーじゃなくて面白ゲーとして実況しております。最初はもちろん元のお姿からの。2周目最初のお顔は？かわいいっていいのかわからないけど正直に、ちょっとジブリを感じたぞなんか、ちょっとわかっちゃうかもそれ。少女の絵も、ちゃんとかわいいわ。
でもお人形さん、すぐに携帯変えたがりなのでね、この可愛いクリクリおめめももうさよならです。ジブリテイストからの。配膳携帯の面影を一切残さないお人形ちゃん、あるあるです。これは何？どうなってるの？穴でも開いてるんか？穴だったらもう進化ってか消失してるだけやんけ。あ、やっぱ穴のようです。お顔穴だけ、目も耳も口も鼻がなくっても、ちゃんとお家には戻ってこれるお人形ちゃんよ。そしてさらに、穴をカオスにされました。あのカオスをしっかり絵に表現できる少女の画力を褒めてあげたい。絶対にめっちゃ見て観察して描いてるよね。この気持ち悪い携帯からの。なんでここにいるの？それは捨てるからやで。お、やっと戻ってきたわね顔が。お、ここで顔から顔が、二つになって主の前回の予想が現実味を帯びてきました。顔三つ、ケルベロスみたいなお人形ちゃんって予想してたなそういえば。これは顔が膨らんでるの？さあこの勢いで顔、もう一個増えなさい。手配全開なんて関係ないのがお人形ちゃんでしたね。お顔、完全にとろけておりました。外で火炎放射でも食らった。そして少女、人がいっぱいいるところなら、お人形も戻ってこれないと考えて。学校に捨てるわけですが。クラスメイトいい迷惑すぎてくさ。てか自分が結構な時間過ごす学校に捨てるってなかなかよね。そう言われたら確かに。でも、これはなかなかおぞましい。そしてこれもしっかりと、素晴らしい画力で描いてしまう少女さんでございます。ますます湧いてくる疑惑、少女、本当にお人形さん怖がっているのか。少女のセリフもなんだか、振りにしか見えない今日この頃。そしてあらやだ、この携帯はもしかしたら過去最大の面積じゃないかしら。聞き続きよく書けました。今度こそ、反対サイドにも同じ感じで丘を増やしてみませんか？こうするとただの美人さんでくさ。頭が痛い、まあ最近寒暖差激しいですからね。皆様も季節の変わり目、ご自愛くださいませ。手を追いかついぞこれは。そして少女、ここで新たな捨て場所を発見してしまいます。この姿のお人形を自分より小さい子に拾わせようとする少女なかなかのサイコパスでくさ。この顔の人形を小さい子が遊ぶ公園に。もうよかったよちゃんと帰ってきて。お、そしてここでちょうど2週目10回目のただいまですな。さてさー。少女、本物よりも気持ち多めに絵で咲いております。こんな避けてなかったよ。でもお顔自体はすごい可愛い感じだったな。はい、ちょっと幼くなったお人形ちゃん。ちなみにサイドだけこんな感じ。ただの美少女でした。さあこの状態のお人形ちゃんただいま、酒は修復されるかしら？いやこれはもう完全バイオハザードのやーつ。ミオバイオハザードに出てくるイビーっていう敵さんとの一致率を。形状とかほぼ一緒でくさ。完全にバイオお人形になってしまったお人形さんですが、これもすぐに終わるでしょう。こっからどうなるんだい？これも公園に捨てちゃう少女なのよ小さい子がこれ拾うか。さあ公園を楽しんできたお人形さん。これまでの数々の携帯とは一線を画す、とんでもねえのが爆誕してしまいました。アクアお人形ちゃん、水よねあれ。少女、これはもう怖い要素ないだろ？このまま置いておけばいいのに。さあお水顔面からのお次は。はい出ましたもうお水なんて1ミリも関係ない携帯に即戻りです知ってた。あ、それは髪の毛だったのね普通にわからんかったわ。
そして相変わらずなんでいるのとか言い続ける少女さんです。もう目玉たくさんとかも、どっちかっていうとノーマル変化に見えてきてしまう恐ろしさ。それな、多分なもう見るわ制作者さん、もうパターンないよどうしようで生まれたと予想してるわ。さあさあお次でもう2週目も15回目、半分でございますが。はい、目は全部なくなっての。なんか見たことあるような、な形態になりましたな。これで笑ってるってわかる少女、すごくね。確かに心通じ合ってるだろもう。さあこれで本日最後のつもりだったけど。えぐいの来ましたいや効果音くさちょっとね、このすごい形態からどうなっちゃうのかだけ気になるので最後にこの次の進化だけ見て次回で2週目最後までからのエンディングいくわねまあどうせって言ったらあれだけどこっからさらにカオスにはならずに落ち着く予想ですけども、ちょっとこっからさらにパワーアップも期待しております。お人形ちゃん、見せてくれ本気。あ、やっぱそうよね、またマイナスに戻っちゃうわよね、ちょい残念。ってことで次回、さっきのよりさらにすごいカオス形態を期待しつつ、残りのお人形形態、全回収していきますので、また次回も更新、お楽しみに。はい本日で超大型アップで大量に追加された約60のお人形新形態、全回収です。それじゃあ前回の続き、3週目途中から。なんかトロロ昆布のような形態からの、ちょい似ててくさ。あら、顔のほとんどがお口に。よく見ると左目は猫ちゃんのお目目かのごとくキュートです。歯並びだけ矯正してあげたい形態ですな。一応ホラゲーなのに、会話がもうただの面白ゲー。このギザギザな歯がいっぱいのホラーお人形を少女、また見つけちゃったよ捨て場所。田んぼのおじいちゃんおばあちゃん腰抜かすぞマジで。まあずっと見てると感じられるのは少女もずっと見てるからなんだけども、それな。そしてあれお人形ちゃん、あなたちょっといけないお薬でも使いましたか？なんかある意味過去最強に目がやばかったっていうか、ラリってたっていうか。見方を変えると、変態のような目に見えなくもないぜ。さあこの目は次の進化でどうなっちゃうでしょうか。まあ完全に別物でしょうなきっと。ここに来て過去のどれにも似てないような真新しい感じのキッター。なんだこの気持ち悪いような可愛いような、キモ可愛い形態は。主、なんか好きですこの形態つぼった。残りの新形態も10ってとこで、斬新なの来るとこはさすがだわ。名残惜しいけど、お次の進化です。はい、お人形ちゃんお得意の、全形態の引き継ぎ要素ゼロな進化です。ああ、せっかく斬新可愛かったのに、また前に見たような、形態に戻ってしまったよ。手主ちゃんが愚痴ったからか。あらぶるお人形ちゃん、首が。ごめんてその姿も素敵よ。それでもやっぱり怒り爆発なのかお人形ちゃん、マジでこのタイミングで怪奇現象炸裂。ガチで怒ったみたいになってるけん。お怒りからのお次の進化は。おっと、今のはただただシンプルに気持ち悪いだけだったような。な、大体どの形態もどこかしらに可愛さが残ってるすごいお人形ちゃんだったけども。か、確認してみましょう。なんだこれ、よくわからないけど気持ち悪いということだけははっきりと。マジで、何が出てるんだこれ。はい、ここはもう早く次が見たいわ。おしおし、なんか気持ち悪かったのは完全に消え去ったようでしたね。よく見ると気持ち悪い気持ち悪い言われてしょんぼりしてる感じなのくさ。マジだそう見えると可愛いなおい。お人形ちゃん、
この携帯はとっても可愛かったですよ。これで次、ちょっと嬉しそうな携帯になったら神展開なのだが。お願いしますミラクル起きて。あ、ねえ。これは怒っておられますおそらく、もてあそばれて、怒っておられます。逆にここまで来たらさ、もうホラー要素ゼロのシンプル可愛い携帯とか、もしくは笑いに全振りした携帯とか、来てもいいんじゃって思っておりますってか期待してます。あとは主が予想で出してたお顔3つ、ケルベロス携帯もまだ待ってるぞ。これでもうアップで5進化、55携帯目。いや猫今の見た目は完全に猫携帯だよな、なんて思ってたらのそれを証明するような出来事が。マジでこれ、編集でいじったりとかしてないで、このタイミングでこの周波数の、ある怪奇現象が出ました奇跡？それともここで出る設定？はい怪奇現象猫目、出現。これ偶然だったらなかなかのミラクル。猫ちゃん来たら、他のアニマルにも期待だけど。いやなんで猫から完全にただの怪物モンスターなっちゃうねん。系統はホラーだけども、これまでのとちょっとテイストが違う感じだな。ね、うちのタイガちゃんに似ててくさ。そっくりや。そしてバグなのか仕掛けなのか不明ですが、顔面消えるトラブルなんかも起きました。お清めしたら、なぜか復活。新形態も残りわずか、とんでもないの来てくれ最後。いやこの一つ目パターンはもう結構見てるぜグローバルギア様。まあ約100パターンもホラー系怖い顔縛りでだからな、似たようなのない方が逆にすごいのですが。確かにそれはそう、こうやって大型アップデで楽しませてくれるだけでも感謝です。さあこれで残り、3形態かな。でここで初の怪奇現象回収できた。止まらない通知、お人形ちゃんついにスマホまで操り出したで。からの広告にゃんこ神です。おまけにもう一個、実況で一回も出してない。マジでこれ最初、スマホ変なウイルスにやられたかと思って焦ったぞ。これで未確認怪奇現象は残り2つ。1個は444回やり込んだもさしか見れない、スペシャルな怪奇現象と、もう1個は特に条件もなくってお部屋タップで出現って書いてあるのに、こんだけやってて、まだ1回もならないという謎状態が続いております。そしてなんかお人形ちゃんの素顔が戻ってきたかしら？こんだけ進化しまくった最後は一体、どんな姿で終わるのでしょうか。これで3周目29回目。あれ？怖くないよ。ただの笑顔だったぞ。なんかだいぶ整ってしまいましたが、最後の一個前がこれか。このまま綺麗な感じで終わっちゃう？少女、これならもうよくね、捨てたらまた怖いのなるかもだぜ。でも捨てますもちろん。この笑顔のお次は。いやらさあ、綺麗に整ってからの完全崩壊なんでやケルベロスはならなかったけど、近いものにはなりました。マジであの笑顔携帯は何だったんだ。あれ、最後もう一回か進化。あ、元に戻ったのね。からのエンディングですが。やっぱこれは、以前見たのと一緒かな？元の可愛い姿のお人形。はい、やっぱエンディングは3周目も変わらず。ということでこれにて大型アップでも全て遊び尽くして。残すは怪奇現象の2つだけ、現在444回に向けて着実に進めて300超えてきたところですので。一旦、本日がアップで5最終回からの、444回ただいました後の怪奇現象だけ確認できましたら、短めの動画で皆様にもサクッと共有できればと思っております。
それじゃあ以上、ハッピーエンド少女の成長で一旦終了。大型アップデ後の444回目のただいまでした。しゃ頑張るぜ、残り140回ぐらい。それじゃ本日はこの辺で。皆様、我々が長らく実況していたホラーゲーム、444回目のただいまですが、もうお人形ちゃんただただ可愛い愛着も湧いちゃってさ、ホラーとしては実況してなかったですがもはや、今回は初めてこのアプリで戦慄恐怖、467回もやり込んでよ、444回もやり込んだも差しか見れない特別な怪奇現象まで解放したのに、未だに1個、部屋立つするだけの出現条件の怪奇現象が永遠と出ないんじゃこれだそうと思う画面、何万回タップしたことかひたすら。普通に他の怪奇現象、多いやつはもう100近いぐらい出てると思いますマジで。そしてこっから恐怖の始まりである。さすがに、もうさすがに出なすぎておかしい。確率的におかしすぎるこれが一番の怪奇現象じゃないかってことで。何か出現条件を満たしてないのか、と思いネットで調べたところ。普通の部屋タップで発生していたが、怪奇現象の名前が着信あり。まさかとは思った、というのも主、普段スマホに大使いなんです。444回目のただいまなど、アプリの撮影などをメインで使用しているのが右、SIM フリーの iPhone。簡単に説明しますとこちらは電話とかはできないんですね。それでこっちが契約していてお外でも使える、電話もできる、皆さんのスマホと同じような感じ。はい、もうピンと来ちゃった人もいるかな？帰ってきた回数さん、もしかしてだけど、そうだったらマジで怖すぎるけども。着信ありの怪奇現象が永遠と起こらなかったのは、主の端末が電話できないやつだったからか？いやでもさすがにね、本当の電話機能を使うわけでもないでしょうし。そんなことを思いながら、恐る恐る電話可能な方の端末でやってみた結果。じゃあ、まさかの速報で出現したんだが、ここは、ガチで震えたちょっと。いろいろ調べましたが、本当に電話できる端末でしか起きない設定になっているのか。超絶ミラクルな確率で、シンプルに偶然たまたま主が最初にやってた方ではでなかっただけなのか。もしくは、ガチの怪奇現象なのか、真相はわからないままですが、あれだけでなかった怪奇現象が、こっちではあっさりと、他のもまだ未解放だらけの中、すぐに出たのは事実。初めて444回目のただいまで、ガチで怖くなったよマジで。ということでね、初夏のうだるような暑さが続く今日この頃でございますが、皆様も体調崩さないようにご自愛くださいね。ちょっと背筋が凍るような、ゾッとするような444回目のただいま、最後の怪奇現象まさかの形でやっと確認できました動画でございました。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。